次に小倉幸太郎議員に質問を許します小倉幸太郎議員私は市民クラブの一員としまして 先に通告いたしました項目について質問をいたしますでは大項目の1点目といたしまして歩行者の安全対策についてお聞きいたしますまずはじめに行政と地域 PTA との連携についてであります現代社会は現代は車社会であり一家に1台を超えて1人1台と言っても過言ではないほど車が普及しておりますがそれとともに増加しているのが交通事故であります 市民が被害者は当然のことながら、加害者にもならない安全な社会を作り上げることが行政の役割である一方で、市民の一人一人が事故に合わない、合わせない努力をしていかなければならないものであります。そのためには、行政だけではなく、地域の人々や PTA といった保護者などが、普段から連携を密にすることが必要だと思われます。そこでお尋ねいたします。平成24年度の 全小学校19校の危険箇所についての合同点検実施以降会津若松市通学路交通安全プログラムが策定され年に一度夏季休業中に合同点検を実施してきましたがこのプログラムに基づいて通学路の安全確保がどのように行われているのかをお示しくださいまた会津若松市通学路交通安全プログラムの策定にあたり通学路安全推進会議が設置され 関係機関の連携が図られるということでありますが、具体的にはどのような機関とどのように連携しているのかをお示しください。一方で、市民との意見交換会においても、カーブミラーや街路灯、渋滞解消、信号機、道路標識、ガードレール、カラー舗装など、さまざまな要望が出されていますので、通学路に限らず、危険箇所は多岐にわたるものと考えられます。 そこで通学路以外の危険箇所にはどのように取り組んでいるのかをお示しください次に車道および歩道の除排施設についてであります今年は穏やかな新年を迎えましたがそれもつかの間その後は数年ぶりの大雪に見舞われ体が休まる間もなかったのは皆さん共通のことではないでしょうか思えば今年は犬年であり12年前の2006年は 日本海側で100名以上が亡くなられたという記録的な大雪となり平成18年豪雪と名付けられた年であり24年前の1994年は4月から全国的な高温と小雨が続いて観測史上最も暑い夏といわれ多くの地域で給水制限や断水が行われた年でした36年前の1982年は長崎市で 死者・行方不明299名を出した昭和57年7月豪雨が記録され昭和の三大台風である室戸台風で約3000名の死者・行方不明者を出した年も犬年でありました犬年は株価が上がるということから経済面では犬笑うという言葉がありますが気象面では異常気象が多いということから犬が暴れるということでありますしたがって今年1年は特に 災害に対して十分な対策が必要だと言えるでしょうそこでお尋ねいたします市民との意見交換会においても除排雪における要望も多く出されており地域のテーマとして挙げられるほどであります具体的には交差点での雪の積み上げによる視界不良子どもたちをはじめとして車道を歩く方や雪山の上を歩く子どもたちへの危惧私道の除雪波排雪の促進などであります それらの市民要望を踏まえ、今年度の除排せつにおいて、特に留意している点と、昨年度からの改善点は何であるのかをお示しください。また、市民からは除雪よりも排せつの要望が多く上がっておりますが、排せつについてはどのように行われているのかお示しください。一方、昨年度より除雪者の全社に、全地球測位システム、いわゆるグローバルポジショニングシステム、 以下、GPS といいますが、それが設置されました。除雪車ナビは市民にどの程度活用されているのかをお示しください。また、昨年度の GPS における履歴の分析をどのように行い、今年度の除雪の効率化にどのように反映させたのかをお示しください。加えて、除雪車には本市直営のものと民間委託のものがあり、雪が降る前に雪ため場などについて、 地域の方との打ち合わせをすることになっていますが。地域によって、打ち合わせに差があるとの意見が寄せられています。その原因として、打ち合わせを個別に任せているところが、ことが挙げられます。その解消のために、当局と民間業者、業者。地域の代表を、一堂に会する機会を設け。その日程で調整できなかった地域だけ、後日、個別に。打ち合わせを行うようにしたら良いと考えますが、見解を。 お示しくださいそして、雪溜め場を提供された所有者の方への固定資産税の減免措置などの要望もありますが、雪溜め場の増設のために、市はどのように考えているのか、見解をお示しください。次に、大項目の2点目としまして、戊辰150周年記念事業についてお聞きいたします。150年前、明治という時代が始まったその瞬間を、 山川健次郎は政府軍と戦う白虎隊の一員として迎えましたしかし明治政府は国の未来のために彼の能力を生かし活躍のチャンスを開きましたこれは今年1月22日の通常国会の衆参両院で安倍首相が行った施政方針演説の冒頭の言葉でありますこのこの後国の力は人にありという教育者である 山川健次郎氏らしい言葉を引用しながら学生寮を創設することで貧しい家庭の若者に学問の道を開いたことや女性の教育を重視したことなどを紹介していますそしてあらゆる日本人にチャンスを作ることで少子高齢化も克服できると述べ首相の決意が国民の心に届く演説であった印象でありましたつまりこの戊辰150周年という節目はそれだけ大きな 大きな意味を持つ年であるということでありこの機会に本市でも市民が一つとなって新しい時代を切り開いていくそのような年にしていくべきだと心から願うものでありますそこで初めに侍シティの位置づけについてお尋ねいたします本市には武家社会の影響が色濃く残る歴史ある武家社会の遺産が残されており藍津藩庫に新館をはじめ鶴ヶ城やお百円などがありまた 銃の掟に象徴される道理を重んじ、道理を曲げない実直な精神こそがサムライスピリッツであり、現代の会津人気質にもつながっていることから、本市はサムライシティを商標登録しています。今回、汚染150周年を迎えるにあたり、多彩な記念事業が予定されていますが、サムライシティのコンセプトはどのように生かされているのか、見解をお示しください。次に 侍体系についいてお尋ねいたします昨年の県議会12月定例会においてインバウンド対策として侍体験に対する補正予算を組んだところでありますが市は県とどのように連携しようとしているのか見解をお示してくださいさらに侍体験に対して本市独自に取り組むべきと考えますが見解をお示しくださいまた本市では以前緊急雇用制度を活用して 甲冑姿の侍を街中に配置し、観光案内や写真撮影などのおもてなしサービスを演出していましたが、その当時の市民や観光客からの反応はどのようなものであったのか、認識をお示しください。一方で、県で作成しているダイヤモンドルート、福島、栃木、茨城、東京を結ぶ観光 PR 動画の再生回数が順調に伸びています。 そこに映っている本市の映像を見て、本市を訪れる観光客に対して、どのようなおもてなしをしようと考えているのか、市の見解をお聞かせください。次に、シビックプライド教育についてお尋ねいたします。母親150周年記念事業のキャッチフレーズは、義の思い、つなげ、未来へ、母親150周年でありますが、本市に生まれてよかった、本市に住みたい、住み続けたい、 などといった、本市に対する市民、シビックの誇り、プライドを醸成していく絶好の機会であり、それによって本市の人口が維持されるなど、本当の意味で未来につながると考えます。母親150周年を観光客のためだけではなく、市民のための事業でもあると捉えて、これを契機にシビックプライドを啓発していく事業に取り組むべきだと考えますが、見解をお示しください。 最後にメモリアル事業についてお尋ねいたします。今回の記念事業として、オープニング記念歴史講演会をはじめ、奥羽越列藩同盟をテーマとしたパネルディスカッション、オペラ白虎記念式典、鶴ヶ城天守閣企画展などが開催される予定でありますが、50年後、100年後に振り返ったときに、記憶と記録の両方に残るような 事業は何か認識を示しくださいキャッチフレーズのつなげ未来へという考えで言えば人材育成が重要となります現在大学の奨学金の返済に苦慮し生活に苦しんでいる若者の報道が目立つようになってきていますこのようなことからも今回の母親150周年を機にこれからの本市の未来を担う若者の人材育成に向けた継続的な支援として 本市独自の奨学金の充実が必要だと考えますが、見解をお示しください。そして、NHK 八重の桜ダイジェスト版の再放送の要請を行い、その中で会津祭りを紹介するなど、観光誘客を図り、本市のアピールをすることも必要だと考えますが、見解をお示しください。以上で壇上からの質問を終わります。 市長小倉幸太郎議員のご質問にお答えをいたしますはじめに母親150周年記念事業におけるサムライシティの位置づけについてであります母親150周年記念事業におきましてはロゴマークにサムライシティ合図を表記しまたキャッチフレーズとして 義の思いつなげげ未来へを掲サムライシティの根幹にある道理を重んじ、道理を曲げない実直な精神につながる合図の義をキーワードとして事業を展開しております。こうした中で、1月に開催したオープニング歴史講演会におきましては、直木賞作家、中村昭彦氏を講師に招き、義を貫いた幕末の会津藩について講演していただいたところであり、 また、5月には、大義、中義、信義、道義の4つの義をテーマとする侍をイメージした特別番組を、民放各局の衛星放送で全国に放映する予定としております。さらに7月には、白虎隊の史実をもとに、死と生をテーマとした、会津の武士道を表現したオペラ白虎の公演を予定しているところであります。本市は、 武家文化が色濃く残る武士道精神が脈々と行き着いている町として、侍シティを掲げており、母神150周年記念事業を通して、義という言葉に表される会津の武士道精神が多くの皆様に伝わるよう取り組みを進めることで、侍シティのさらなる浸透を図ってまいります。次に侍体験に関する県との連携についてであります。 東山温泉観光協会においては、県の補助金を活用し、会津若松観光ビューローの協力を得て、訪日外国人観光客向けに、剣道、薙刀、な弓道、甲冑着付け体験の4つの侍体験コンテンツを整備し、販売を開始したところであります。また、県においては、侍をキーワードとしたコンテンツの創出、及びプロモーションを進めており、市といたしましては、 県や地元事業者、地域住民との橋渡しを行い、県と連携した情報発信を図ってまいります。さらには、本市独自の取り組みとして、来年度、侍文化体験等を核としたプロモーションを実施する予定であり、これらを通して、一層の誘客を進めてまいります。次に、侍演出事業への反応についてであります。平成21年度から平成27年度まで、 緊急雇用創出事業を活用して、侍演出事業に取り組んできたところであり、平成27年度の実績といたしましては、1年間で約4万3千件の写真撮影に対応するとともに、約7千件の観光案内を行ってまいりました。受託者である藍住若松観光ビューロからも、外国人を含めた観光客や市民の方に非常に好評だったと、 広告を受けているところであり、サムライシティを掲げる本市の機運、醸成に大きく寄与した事業であったと認識しております。次に県が作成したダイヤモンドルート動画についてであります。動画においては、敦賀城や会津漆器、郷土料理に加え、サムライをイメージさせる剣術シーンなど、本市の観光素材が魅力的に紹介されており、合計再生回数、 3000万回を超え、欧米を中心に大きな反響を呼んでいると認識しております。今後は県や地元事業者、地域住民とも連携を図りながら、侍体験をはじめ、会津の歴史や文化を体験することのできる観光素材のさらなる創出や情報発信を進めてまいりたいと考えておりりりますす次にに市民のの誇りを醸成するための取り組みについてであります。 母集150周年記念事業につきましては、会津の歴史的意義の再認識を主要なテーマとしているところであり、市民の皆様と母集150周年の意義を共有してまいりたいと考えております。今年度につきましては、オープニング歴史講演会やオペラ白古プレコンサートを実施したところであり、来年度につきましては、記念式典や歴史シンポジウムの開催、また、 オペラ白虎の本公演などを予定しているところであります。こうした事業に、多くの市民の皆様が参加し、郷土に対する誇りと愛着を深めていただきたいと考えており、母集150周年を契機として、例えば会津の歴史を語り継いでいく活動が広がるなど、今後の盛り上がりにつながるよう取り組んでまいります。次にメモリアル事業についてであります。 母親150周年を記念する事業につきましては、9月22日に会津松平家当主をはじめ、ゆかりの地などの関係自治体や、内外の関係者をお迎えして、記念式典を開催することとしており、さらに特別番組の制作や、記念誌の作成などを通して、会津の歴史的意義を次の世代に引き継いでいくよう取り組んでまいります。 次に、本市独自の奨学金の充実についてであります。未来を担う若者の人材育成は、大変重要な施策と認識しており、能力があるにもかかわらず、経済的理由により、就学が困難と認められる方を支援することは、優位な人材の育成につながることから、主に高校生を対象とする給与制度である会津若松市奨学資金と、大学生を対象とする 対応制度である板橋しかしながら県において、より充実した類似の給付制度が実施され、市奨学資金の利用が減少傾向にあること、また、国においても大学生を対象とする給付型奨学金制度に関する議論が行われていることから、こうした国および県の動向を見極めながら、 本市の奨学金制度のあり方について、引き続き研究してまいります。次に、NHK 大河ドラマ、八重の桜の再放送についてであります。母集150周年の年に八重の桜が再放送されることは、全国的に幕末への歴史的認識を深める良い機会になると考えております。これまで再放送について、関係者を通じ打診してきたところでありますが、 さまざまな調整が必要とのことで実現に至っていないところであり、ダイジェスト版の再放送について機会を捉え NHK に要望してまいりたいと考えております。なお、その他のご質問については教育長及び主観者よりお答えを申し上げます。教育長、はい。お答えいたします。 通学路交通安全プログラムに基づいた通学路の安全点検にあ、安全確保についてであります。本プログラムは、合同点検の実施、対策の必要な箇所への対応、対応状況の確認、および改善といった取り組みを PDCA サイクルとして途切れることなく実施することにより、計画的、継続的に通学路の 安全の確保と向上を図っていくことを目的に策定したものであります具体的には効果的かつ効率的に通学路の安全点検を行うため各学校からの報告に基づき点検計画を作成し十分な時間が確保できる夏季休業中に学校関係者との合同点検を実施しております合同点検実施後は関係機関が 連携を図りながら適切な対応が行われるよう努めているといころでありさらに年度末にはその対応状況を確認し次年度への改善につなげているといころでありますなお長期的な対応が必要な箇所につきましては各関係部署関係機関が年次契約等に位置づけ継続的な対応を行っているといころであります次に 関関係機関との連携についてであります通学路安全推進会議では国、県、市の道路管理者、警察署、学校関係者、地域が連携して総合的に施策を推進しているところであります道路管理者及び警察署と連携を図ることにより歩道整備、信号機設置などのハード面の対策や 交通規制交通指導の強化などのソフト面の対策と状況に応じた具体的な対応が可能になっておりますまた学校関係者が地域と連携を図り通学路合同点検にも参加いただきながら各学校の課題に即した対応を行っていくことで通学路の交通安全状況についての共有化が図られ地域全体での取り組みに つながっていいいるとところでありまますす<上>部長お答えいたします通学路以外の危険箇所につきましては、まず現状を把握するため、日常の道路パトロールを実施するとともに、市民の皆様からのメールや電話、各町内からの要望書などにより、情報の収集を行っております。 その中で道路施設の破損など直ちに通行の危険を及ぼす可能性のある箇所につきましては通行の安全を確保した後迅速な補修等の対応に努めておりますまたカーブミラーやガードレールなどの交通安全施設については危険性の有無や道路の利用形態などを調査し順次施設の新設や更新を実施しているところであり渋滞解消や交通規制が伴う道路の安全性の確保につきましては 必要,に応じ必要に応じて警察署や地元区長など関係機関と協議・連携し危険箇所の解消交通環境の改善に努めているところであります次に今年度の除外設における留意点と改善点についてでありますまず留意点といたしましては大型車両のすれ違いが難しいバス路線などの幹線道路について安全な通行を確保することに留意して 路面の凸凹の解消や、ロータリー除雪車による二次的な拡幅を優先的に実施し、早期の機能回復に努めております。改善点といたしましては、早期除雪を望む声に対応するため、車道除雪車4台を増車し、除雪体制の強化を図ったところであり、課題となっていた1メートル,ートル程度の強硬な歩道の除雪対策として、 小型ののの歩道除雪車をを2台増車し、し通学路の安全対策を強化したところであります。次に排雪につきましては交差点内の見通しを悪くしている雪山や次の除雪に備えた雪溜め,め場対策として随時状況を確認しながらその優先度や効率性を考慮し民間企業と市の連携による排雪専門班を主体として対応しているところであります。 次に、除雪車運行システムについてであります。除雪車の稼働状況は、ホームページや会津若松プラスの除雪車ナビを通じて、市民の皆様に確認していただくことができ、除雪の作業状況の見える化の実現により、安心感につながっているとのご意見をいただいているところであります。また、これまでの GPS データの集積や、市民の皆様から寄せられる要望を、データとして集計することにより、 町内会や路線ごとの除雪状況を分析し、地域の除雪に関する課題を抽出してきたところであります。今年度、その結果を一部除雪車の廃車計画に活用したところであり、今後も引き続きデータ集積、分析により、効率的で市民ニーズに沿った除雪計画に反映してまいります。次に、雪止め場などの事前打ち合わせについてであります。事前の打ち合わせについては 現場の状況を確認するとともに、土地所有者との個別具体的な協議が必要となることが多く、実際に除雪作業を担当するオペレーターが個別に打ち合わせを実施した上で、打ち合わせ簿による報告を義務づけているところであり、今後においてもその徹底を指導してまいりたいと考えております。なお、合同での事前打ち合わせについては、地域ごとに状況が違うことや、 除雪業者等を取りまとめる方法など課題も多いことから現時点では個別の事前打ち合わせを強化してまいります次に雪溜め場の増設についてであります現在は冬期間における住宅地内の道路環境を少しでも良くする除雪作業を行うために地元町内会の協力をいただきながら雪溜め場の無償提供をお願いしているところでありますがさらなる雪溜め場の確保増設に向け引き続き 地元町内会等と協議を行ってまいりたいと考えております以上でございます小倉幸太郎議員はい。えー ご答弁いただきましたあそれで、えー、まず、歩行者の安全確保について、えー、再質問をさせていただきたいと思います。まずはその通学路についてになります。えー、交通安全プログラム、ご説明いただきました。まあ、あのいただいた資料を見てもです、ねあの、学校教育課長が委員長となって、えー、通学路安全推進会議を設置するんだと、そして、えー、建設部、市民部、教育委員会、 警察署建設事務所、局長会、PTA と、まあ、いろんなところと連携しながら、しっかりと安全対策には取り組んでいるというような報告をいただきました、そして PDCA サイクル、これをしっかりと取り組んで、繰り返し実施していくことで、安全は確保されていくんだというようなご報告いただきました、そこまでは理解できました。 とはいえです、ねえー、一つ確認したいのが、合同点検の時期と回数についてであります。今、夏季休業中に年に一度というようなお話をいただきましたけれども、まあ、その例えばですね、あの今のようにその雪が多く降ったとき、まあ、これやっぱり危険箇所増えると思うんですね、例えば台風であったり、豪雨による一水であったりだとか、まあえーまあ、梅雨というときもまたいろいろ出てくると思います。 まあそういったことに関して、夏休みというのは、どうしてもその先生たちの時間の都合もあって、その時期になるのかなというのは分かるんですが、必要に応じたその点検を行うというような形、これがその今後、取られるようなお考えがあるかどうか、まず一点、ご確認、あの考えをお聞かせください教育長はい。 お答えいたしますいわゆる合同点検の時期と回数が適切であるかどうかということのお正しいかと思います、えー。各関係団体が連携を図りながら通学路の安全を確保していくという視点から言いますと、えー、通学路合同点検につきましてはやはり関係団体が参加しやすい各休業中に年1回実施しているのが現状であります。しかしかながら 今ほど議員のお話にもありましたとおり、状況が大きく変わる冬期間、特に積雪時の安全確保は重要であると認識はしております。そこで合同点検以外にも、緊急に対応が必要になった危険箇所につきましては、通学路安全推進会議作業部会の委員同士で情報を共有し合い、その都度必要な対応を行っているところでございます。また今後大雪や地震 洪水などの自然災害時の安全確保を含め。より安全な通学路の確保につきましても、さらに。取り組みを進めてまいりたいと考えております。以上でございます。<上>小倉幸太郎議員。はい。まあ、その通学路と言いましても、やはり。 子どもたちだけが通るわけではなく、やはり地域の方も通るということも含めると、まさにこれはあの多くの市民に共通する安全対策なんだというふうに考えておりますので、まあぜひこの部分は、えー、しっかりと取り組んでいただきたいというふうに思います。えー、それでは除排せつについて、えー、でありますが、まあちょっと今回の質問に先立ってその相模坂町警察署交通大課ここに行って少しあの交通事故の件数と ちょっと確認してまいりました、12月に関してですと、平成27年度は、物件事故が347件、平成28年度が362件なんですが、昨年の12月、平成29年だと491件と、大幅にやっぱり増えていると、1月に関して言えば、平成28年が365件、 平成29年で424件で、で今年の1月が平成30年度1月、512件と、やはりあの12月、1月、ここは一つ大きく事故、物件事故の件数が大きく伸びているというようなその数字が見えてまいります。もちろんこれはすべてあの全部があの雪のせいだというつもりはないのでありますが。えー まあ、かなりの割合で、やっぱり、これ、雪が関係しているのかなというところがあると思います。やっぱり道路の。まあ、凸凹もそうですけれども、その、どうしても道が狭くなってしまうというところがあったり、それこそ視界不良であったりというところがあります。ですから、えー、少しあの、ちょっと具体的に、個別に。個別なケースでお、お、あの、聞きしたいと思うんですが。まあ、先ほど、その交差点の雪の積み上げにある視界不良については、一回、あの。 ご説明いただきましたけれども、やはりその市民からの要望多いのは、交差点の雪の積み上げ、もう少しこうずらしていただけないかというあの、手前であったりなんだりしていただければ、もっと視界が良くなって、接触事故なんか少なくなるんじゃないかという要望が、まずこれが一つあります。 そしてもう一つは,やはり車道を歩く歩行者、ですね高齢者、お年寄り、我々、逆に車を運転していてもやっぱり危険だと感じる歩いている方も危険だと感じる、これをやはりどうするのか、そしてどうしても雪山があると子どもたちは登ってしまって歩いてしまう各小学校等にも地区の方から頻繁にこう電話が入る、そういった状況であります、この3つの状況について、もちろん全て行政で対応できるわけではないのでありますが。まあ 市民との共同という視点からも、えー、どこまで行政が担っていただけるのかと、この3点の具体例のケースについて、えー、お聞かせください建設部長。お答えいたします、今、除雪についての具体的な対策について、再質問ありました、その中でまず1点で、一点目の交差点の雪の積み上げによる視界不良についてでございます。 えまあ指導の除雪によりまして、一時的に交差点、踏切り部に雪を寄せまして、雪山を作っているという形になっておりますが、この雪山については、通行車両のすれ違いの支障になっていたり、歩行者の発見が遅れるなど、危険な状態となっておりますので、その現場を確認しながら、随時、撤去することとしておりますつつ目のえ車道を歩く歩く行者にいいてでございます。 えー、除雪で寄せられました雪により、強、え、烈、ー、になりました道路において、歩行者が車道をで歩いて、えー、危険であるという情報は、あ市民からあ情報が入っております、えー。この対策といたしましては、えー、車歩道の分離がない道路においては、現地の状況や交通量、通学量の有無を確認しまして、優先順位を決めまして、えー、ロータリー 除雪車のなどによりましてて、えー、の除雪を行っているところでありますますたあ、先ほど答弁しましたが、今年度より新たに小型歩道の除雪車2台を増車しまして、今まで除雪が困難でありました1メーター程度の狭い歩道について、えー、除雪を実施しております。えー、3点目、えー、積み上げましたあ雪の上を歩く子どもたちにつ,ついての対策でございます。 えー、市内に台所合わせて数百あります雪山の処理については、えー、学校周辺や通学路を優先的に実施しておりまして、す、え、べ、ー、てに安全対策を施すことや、短期化での撤去は困難な状況にありますから、教育委員会を通しまして、各小中学校に雪山を、雪山に登って遊ばないよう、 児童生徒に指導ししてていいいただくよう周知しているところでございます、えー、なおあの、良好な登記間の交通環境をあの確保するためには、市民の皆様のご協力があ不可欠でございます、えー、具体的には、えー、除雪で寄せられた雪を再度、車道に出さないでほしいということと、えー、除雪するにあたって路上駐車がありますと、除雪に支障が来たせますので、その中車を避けていただきたいと。それから 車道に屋根雪が落ちるケースが多くありますやっぱり屋根雪が落ちますとそれによって車道を狭くするというようなことの例が今年度も起きておりますので雪止めをしていただいてできるだけ対策をしてほしいということがありますまたあの速攻があふれないように流雪口以外の速攻には雪をしてないと。あとまた流雪口の利用に当たりましては 雪の捨て方、それから地区によっては割り当てられております時間ですね、統設時間を守っていただきたいということでございます、これによって、冬期間の安全な交通が確保できるというふうに考えておりまますす以上でござい小倉幸太郎議員。はい 今、何点かやっぱり市民の方にも協力という形でいただきました、行政でやっていただく部分、これはもうしっかりと今後も万全の体制で臨んでいただきたいという一方で、われわれ市民もしっかりと対応していかなければいけないのかなというところに感じたところでございます、まあ、GPS の活用につきましては、先ほど、まあ、データをきちんと集計して分析して、まあ、地域の課題を しっかりと捉えたんだと、で一部廃車計画にも対応させたんだというふうに、えー、いただきました、まあ今年もまたあのいろんな経路等々の経歴が積み上げられると思いますので、まあ、これも今後、ぜひあの分析は続けていただいてで、効率の良いやっぱり除雪、これをあの市民は願っておりますので、そこについてぜひお願いしたいと思います。えーまあ、あの今回あのラインなんかでも 除雪車ナビが見れるようになった、そういうふうな形にも増えておりますので、市民にとって除雪、ある意味、も々ともとしっかりやらなければいけないというところだと思います、そして業者との打ち合わせに関しては、確かに合同では難しいのかなというところ、今、の聞いたしましたが、どうしても地域的に漏れがあったりだとか、どうしてもその。 しっかりといい形だけややったんだけどもその地域の方はやったと思ってないとかっていう部分もありますので、その辺をしっかりと管理というかあの特に口頭での打ち合わせがほとんどだと思いますのでそこについてしっかりとあのフォローしていただきたいとそういうふうに思っております。えー、それでは没信150周年記念事業についてお聞きしたいと思います。まあ確かに先月中村昭彦,彦先生のオープニング歴史講演会、えー、ものすごくあの好評で。 多くの市民の方が参加されましたし今月のオペラ白子のプレコンサートですがこれもキャンセル待ちになるというぐらいのところがあちこちから聞こえてきます150周年のポスター上りロゴマークキャッチフレーズ確かにあらゆるところで見れるようにはなったんですがまだまだやはり市民の機運としてはまだなのかなと。 やはり我々もよく市民から聞かれます、あの結局150周年何やるのというふうにあの聞かれることも多いもんですから、やはりその周知、これをしっかりしていくべきだと思いますし、いただいたその150周年のパンフレットにあるように、市民の皆様と思いを共有しながら、記念事業に取り組んでいくんだという文言がありますが、まだそこまでは至っていないのかなという部分がありますので、まあ、もっともっと市民のため、 市民が積極的に参加できるような、観光客はもとより市民が参加できるような、そういった部分、例えばその侍体験にしても、先ほどあの、一部外国人の方に向けてなんて話をいただきましたけれども、やはり我々市民もそういった体験をしたいという声も大きく聞かれますし、そういった形で参加していくことが大事だと思いますので、えー、その辺のお考えについては、どのように考えてらっしゃるのか、あの市民の機運、情勢についてお願いいたします。 観光商工部長、えー、母伸150年における、まあ、市民の機運情勢についてのご質問でございますあの母伸150周年記念事業につきましては、まあ、1月に、えー、オープニング歴史講演会を開催させていただきましたさらに、えー、先日は、えー、オペラ契校のプレスコンサートということで開催させていただいたところでございますが、まあ、多くの市民の方々に ご参加いただいたということで、市民の皆様の、まあ、今回はその募集150年に対する、えー、関心の高さというものがうかがえたというふうに思っております。でまた、ですねあの記念事業につきましては、市民の皆様に周知を図るべく、記念事業の概要を記載いたしましたチラシを1月号の姿だよりに折り込みまして、全個配布させていただいたところでございます。今後ににおきましても3月に プロ,プロジェクションマッピングを予定しておりますし、5月には、大越列藩同盟をテーマとしたシンポジウムなどを開催する予定としておりますので、あそれからさらにですね、特別番組の放映ということで、そういったことを通じて、市民の皆様の機運を盛り上げるよう、さらなる周知、PR に取り組んでまいりたいというふうに考えております。さらにに来年度におきましてはあの市民団体等が 母親150周年に関連した事業を実施する場合に、えー、実行委員会を通じて、えーまあ、補助したいというふうに考えておりますので、えー、そういった事業に、えー、市民の皆様にご参加いただくことによって、給、え、与、ー、の高まりにつなげてまいりたいというふうに考えております小浦幸太郎議員、はいえー、最後、市長にお尋ねいたします。えー まああの新聞報道にもあったように、会津若松市観光大使に大林さんなんかがあの任命されたという明るい話題がある中で、ぜ、え、ひ、ー、とも市民とともに新しい時代をつくっていきたいというお考え、そしてこの会津若松市をこの150周年を機に、えー、元気にしていきたいというようなあのお考え、それが、えー、あるかというところで、その市長の、まあ、今後の決意をお聞きして質問を終わりたいと思います。市長 はいえー、お答えをいたしますあの大林素子さん、実は前から会津に入っておられまして、なかなか機会がうまくこう結びつかずに、ですね、まあ、ちょっと遅れ気味でありましたが、今回、えー、大使を任命させていただきました、非常に会津に対して思いを持っておられる方でありますので、ぜひこれからさまざまな場面で、えー、活躍していただきながら、会津の気持ちをですね、 一緒に共有して発信していただければというふうに思っております。で、あの今ほどあの、防、え、骸、ー、150年の,その機運のお話ございましたが、まあ、例えば他にもです、ね、宗像忠先生の講演会はです、ね、例年に比して非常に多いというふうにお聞きしております。私も先日、山川健次郎検証会の講演会行きましたけれども、主題たる主なテーマは、会津若松市と萩ということで。 萩に行ってこられたときのお話とか、宗方先生のその歴史に対する思いを、えー、皆さんの前でお話をされました、その席も実は満席でありまして、椅子を増加して入れたというようなことがございます、またその他の団体でもです、ね、母集150年のさまざまな講演会等は予定されておりますし、もういくつかは開催されているということで、あのー、ぜひ積極的にアンテナを高くしていただいて、我々も情報提供に努めますけれども、 関連事業としていろいろやっていただきたい、であの先ほどあの部長から申し上げたとおり、あの市民団体等がです、ね、取り組んでみたいというものについて、どう支援できるかということをあの実行委員会の方で検討しておりますので、それも改めて内容が決まった段階でお示しをさせていただくことで、多くの方に関わっていただけると思います。あの母親150年ははににとっては本当に あの重要な節目だということを皆さんとともにです、ね、このさまざまな事業を繰り返しやっていくことで会津の歴史の奥深さそして多くの先人の異業、足跡、その苦労そういうことを合わせて我々が感じていくことがです、ね、未来につなぐものだと思いますし、えーまあ、青少年、子どもたちにもそういう機会をいろいろ提供できると思いますしそういうことで,、えーそうですね、未来は 自分たちの手で作っていくんだというあの、危害をそれぞれの市民の皆さんに持っていただけるような、その結果、新しい時代、会津は元気だよということを発信できるように、精一杯市長としても努めてまいりたいと思いますし、市民の皆さんと一緒に元気に前へ進,めて進んでいければというふうに思いままますすす以上ででございいいここで暫時時休憩たたしし再開を11時30分といたします。